こんにちは。本日もお問い合わせありがとうございます。速稼塾の久保でございます。今回は保険のことでね、ご質問いただきました。まずは保険のアフィリエイトの件ね、十分に活用していただきたいと思いますけども、本題はここじゃなくて、今回はですね、保険について私がどう考えているかってことですよね。基本的に、この国で保険に入る必要は私はないと思ってるんですよ。というのが、何かね、万が一大きな事故や事件があった時に入院費がね、思わず高くかかってしまうと払えないんじゃないかなっていう不安があるじゃないですか。で、それに対する保険不要論なんですけども、私は2つ考えを持ってまして、1つはですね、そもそもこの国には高額医療制度みたいなものがあってですね、毎月の支払い上限が10万円弱に決まってるんですよ。ですので、50万円や100万入院費とかね、なんだりかんだりかかっても、健康保険に入ってる以上は10万円以上は免除される、もしくは補填が効くというふうに聞いております。詳しく調べたことはないんですけども、あ、だったらいらないじゃんと思ってるのが一つなんですよね。で、理由のもう一つは、非常に言いにくいんですけども、保険っていうのは基本的に、所得がね、少ない人のものなんですよ。所得が少なくって、何かあった時に自分の所得じゃ払い切れないから保険に入って、何かあった時にはお互いに、融通しちゃいましょう、お金を使い合いましょうっていうのが保険の制度なんですよね。だから簡単に言うと博打みたいなもんですよね。100人集まって、誰かに何かがあった時には1人に対して残りの99人が補填しましょうっていう形、この相互扶助みたいなのが保険なんですよね。じゃあ所得が十分あって、例えば万が一何かがあった時でも自力で500万とか1000万払えるような余剰金、余剰資金があったらどうかっていうと、保険に入る必要がないってことになっちゃうんですよね。保険に入って毎月毎月お金を払うよりも、何かあった時は自分のお金を使うという覚悟さえできていれば、あとは何もないように安全に過ごせばいいってことになっちゃうんですよ。で、日本でね、かなり保険が売れてるのは、やっぱりセールスマンさんがすごく上手なのと、テレビ CM がものすごい行き届いてることかなと思うんですよね。こっから余談なんですけども、ちょっと私が心配してるのが、アフラックっていう保険があるんですよね。このアフラックっていう保険は外資系なんですけども、なぜか日本の保険を押しのけて、郵便局がセールしてるんですよね。これどういうことなんでしょうね。郵便局が外資のいわゆるね、手先になって、日本の保険ではなくて外国にどんどんお金をなんかね、吸われてるところに加担してるっていうのは、これ何なんだろうなと思っちゃいますよね。ということでね、いろいろと不吉なことも申し上げましたけども、私は保険に関してはそういう形で入る必要がないと思ってるんですね。ただ、ところが途中まで私も入ってました。まだ順調にビジネスがね、発展するまではとてもじゃないけど、私の資本力では何か万が一あった時自力でも払えないし、10万円の限度があるといっても、その10万円も払えないっていう時期があったんで、じゃあ毎月5000円なり毎月1万円なりっていう保険に入んなくちゃいけないよなと思ったんですよ。それから、で、私のね、ちょっと身近な友人というかね、塾生さんがね、ファイナンシャルプランナーをしていまして、で、保険の販売をやってるんですよね。で、1年か2年ぐらい付き合いでね、3万円ぐらいの法人保険に入ったことがあります。で、これは結構高かったんですけども、そうすることによってね、彼の成績になればと思って一方的に、協力するつもりで入ったんですけども、それが最後でしたね。もう3万円の保険を払って、それでいろいろとそこで考えたのが、まとまったのがお話した2点なんですよ。保険っていうのは上限があるから、いらないんじゃないかなっていう考えと、もう一つは自己資金がだいぶ膨れてきたんで、保険にかけ捨てるよりも何かあったら自分のお金で払えばいいやという感じですかね。そんなところですかね。普段からね、でも保険料って私結構高いんですよね。私所得がない時は毎月6000円ぐらいだったと思うんですけども、今はとてもそんな金額じゃなくって、その保険で暮らしていけるんじゃないかみたいな感じになってきましたね。ということで、保険についてどう考えるかは、所得と支出のバランスによって何が最適かを信用できる、信頼できるファイナンシャルプランナーさんに見てもらうってことになると思います。我が速稼塾にもね、ゆうすけさんっていう最近情報発信がね、結構人気な YouTuber さんで、いらっしゃいますんで、 FP のゆうすけさんっていうのがね、このゆうすけさんに相談するのも一つの手だと思います。今ね、暗号通貨をはじめとして、アトムとかね、トロもそうですけども、暗号通貨の情報発信したりとかね、なんか暮らしに役立つ情報発信結構してますんで、ゆうすけさんの、方に、動画コメントしたりとかね、ファイナンシャルプランナー、保険のことに関しては
こういう方に、うん、なんかね、商売系抜きで見てくれると思いますんで、相談してみてもいいんじゃないかなと思います。URL つけておきましょうか。それじゃあ、今回は以上でございます。ありがとうございました。